本音を言わない日本人が嫌いな米国人女性のエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは。パーソナリティのアコです。今回は日本人が嫌いな米国人女性が日本に来てからの考え方の変化に海外から称賛の声殺到の話題です。海外、涙が出るよ。外国人さんが日本の文化の中で理解できない、難しいとよく言うのが本音と建前。英語をはじめとする諸国言語でも本音&建前と表現され、日本独特の文化は注目を集めています。日本人の私たちからすると争いを避けるための手段だったり、相手を不快にさせないように使う建前ですが、外国人さんからするとまだまだ理解が難しいところではあるようです。そこで今回はアメリカ人女性が日本で暮らして感じた本音と建前についての体験談をご紹介します。翻訳の概要は以下の通りです。本音と建前の本当の意味。日本人はなかなか本音を言わないと聞いたことがある人もいると思うわ。私は生まれも育ちもずっとアメリカで25年間生きてきたから、言いたいことははっきり言えばいいのにと日本人に対してあまりいいイメージは持っていなかったの。むしろ嫌いだったわね。そんな日本嫌いな私だったんだけど、やむを得ず仕事の関係で日本に住むことになり、日本で体験した本当の意味の本音と建前を今日はみんなに話していきたいと思うわ。私は日本で仕事をしながら何人か日本人の友達ができたわ。そして飲み会というものに行くチャンスができたの。5人で一緒に飲みに行くことになったんだけど、そこで不思議なことが起きたわ。アニメでも見たことがあったことなんだけど、一杯目はみんなとりあえず生って言って注文するの。全員よ。日本人って本当に生ビールが好きなのねって、その時は何とも思わず、私はワインを飲みたかったから赤ワインのグラスを注文したわ。そしてまた別の日、職場の飲み会でもみんな同じようにとりあえず生と注文するの。そういった飲み会が続いていたある日、ついに日本人に疑問をぶつけてみたの。日本人って本当に生ビール好きだよねって。そしたら生ビール片手に驚きの返事が返ってきたわ。え？俺生ビールあんまり好きじゃないよと。私の頭の中ではハテナでいっぱいになったわ。なんで生ビール嫌いなのに注文しているの？自分の意見を言えないの？などズバズバといつものように私の意見を言ってしまったわ。最近仲のいい日本人の友達もできて、日本人のことも分かってきたと思っていたけど、そういえば日本人って本音を言わないんだったと思い出して、面倒くさーいって嫌な気分になったわ。だけどその後の彼の言葉に私は衝撃を受けてしまったの。彼はこのように日本文化を丁寧に説明してくれたわ。僕らは何を飲むのかや何を食べるのかはあまり気にしていないんだ。一番重要なのは誰と一緒に行くかなんだ。友達や上司から食事や飲み会に誘われただけですごく嬉しい。だから僕らはどこに食べに行きたいと聞かれてもどこでもいいよって答えるんだよ。とりあえず生っていうのも同じ。例えば一人一人が何を飲むかで悩んでいたらすごく時間がかかってしまうでしょ。それにお店の人も大変になる。早く注文を済ませて友達と話し始めたいから、一杯目はみんなと同じものを注文するんだよ。本当はワインを飲みたいかもしれないし、ハイボールを飲みたいかもしれない。けど、それは2杯目以降。そうすることで、スムーズに注文が進むでしょ？と教えてくれた。私はその時、日本人ってそこまで考えているんだって感動しちゃったわ。いや、ショックって感じかな。確かに私も思い当たる節があったの。つい先日、気になっている男性から、何食べたい？とデートに誘われた時に嬉しすぎて、どこでもいい？と答えちゃったの。本当はその日はイタリアンを食べたかったんだけど、その人と行けるならどこでもよかった。
彼がイタリアン嫌いだったら困ると思ったのもあるんだけどね。今まで私も建前を使っていたのに気がつかなかったのは、きっと自分のためのことを考えて使っていたからなのね。確かに日本人以外でも私の周りに本音を言わない人は何人かいたの。私はその人たちのことが好きではなかったし、はっきり物を言えばいいのにと何度も思っていたわ。だから日本人も同じ感じだと思っていたの。自分の得することを考えて行動している利己主義の人間として感、今まで日本人は本音を言わない、よくわからない人たちと思っていたけど、プライベートでも日本人の素敵な彼氏ができたし、仕事でもすごくうまくいってるの。私は仕事で営業しなければいけない時があるんだけど、昔は交渉する時に自分の要求を直接的に突きつけて、相手と自分の中で重要度の低いところを削っていくという欧米式のスタイルでやっていたわ。実はこれあまりうまくいってなかったの。それにいつも気持ちの良い交渉ができてなくて、ストレスばかり溜まっていたの。けれどこれは相手のことを考えていなかったからそうなのね。相手のことを考えずに自分の要求ばかり突きつけてもうまくいくわけがないわ。けれども本音と建前を使う日本式の交渉スタイルに変更してから仕事が苦じゃなくなったの。まずは建前を言うことでお互いに干渉する余地を残しつつ妥協点を探していくの。昔はよく交渉中に大声を上げたり喧嘩をしたりと、相手をどうやって言いくるめるかばかり考えていたけど、今は相手のことを考えることで喧嘩することはなくなったし、相手も私の立場のことを考えてくれるようになったわ。きっと日本が平和なので、本音と建前を上手に使えているからじゃないかしら。考え方が大人な日本人が今では本当に大好き。もっと日本のことをよく知りたいわ。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。なるほど、とりあえず生にはそういう意図があったのね。知らなかったわ。確かに私も同じような行動をしているわよ。日本人はもっと相手のことを考えているから本音と建前という言葉ができたのね。感動した。なぜだか涙が出るよ。日本人はいつだってそうさ。自分よりも相手を思う思いやりってやつを持ってる。へえ、すごく勉強になった。日本って奥が深いね。本音を言おう。これは難しいよ。俺には無理そうだ。OK。本当のことを言うことがいつもベストなことではないってことだね。素晴らしい考え方だ。みんな日本を見習うと世の中は平和になるんじゃないか？でもストレスが溜まりそうね。これだから日本はやめられない。やってみるよ。俺も本音と建前の意味を知ってから使うようになったけど、本当に便利だよ。本当さ、使うようになってから争うことがなくなったんだ。以上が海外の反応です。確かに自分の意見をストレートに伝える欧米人の方々にはちょっと理解が難しいかもしれませんね。でも最終的にこの投稿者さんも日本文化の一部を分かってもらえたようで、なんだか嬉しくなりました。私も知らず知らずに使っているこの本音と建前、これからも本音と建前の裏側にある思いやりを忘れずにしたいと思いました。さて今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。では今回はこの辺で、アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。